今日も外から帰ってきました。今日のロンドンは地面が濡れていて、時々雨が降ってたみたいです。ロンドンは曇りが多いっていうふうに聞いてたんですけど、まあ確かに曇りの日は多いんですが、土砂降りの雨が降るっていう日にはまだ当たってないです。で、今日は NI ナンバーの習得をしようと思って、で、いろいろ書類を図書館で印刷してきました。で、あとは銀行の開設に使えそうな書類を印刷してみました。また今週平日に銀行に行って開設ができればいいなと思って、今日印刷した書類を持って銀行に行ってみたいと思います。で、最近ロンドンに来てからずっと思ってたんですけど、ロンドンは結構交通量が多くって、大きい通りになると本当に車が朝から晩まで連なってるなという印象です。最初の1週間は信号を渡るのが怖かった時期があって、大きい道路の信号が真ん中で2つぐらいに分割されていて、で、まあ下手したら信号一つかなって思うところに、一つの大きい道路に対して信号が3つに分割されて置いてあったりするんですね。なんで歩行者は1回でスムーズに渡れないですし、で、しかもその信号がすぐ5秒ぐらいで点灯が赤に変わってしまうので、早歩きしないと渡れないなと思いました。最初の頃は横断歩道を途中まで渡ったところで信号が赤になってしまって、で、車がどんどん来るので危ないから走って渡りきるっていうことが結構ありました。今は慣れたのであんまりそういうことはなくなってきたんですけど、で、ロンドンの人たちは歩道の信号機が赤でも渡るんですよね。で、私ロンドンの人たちはどこを見て信号を渡ってるのかなと思って見てたんですけど、車の信号機が赤になった瞬間にもう歩き始めるっていうのが一般的みたいです。結構いろんな人たちがそうやって渡っていて、のおじいちゃん、おばあちゃん世代の方たちもそういうふうに渡ってたので、歩道の信号よりも車の信号を見て渡れば信号を時間までに渡りきれるんだなっていうふうに思いました。まあでも小さい信号だったら赤信号でも渡ってる人たちが多いですけど、まあとにかく信号が赤になるのがものすごく早いです。ロンドンの人たちは歩くのが早いなって思ってたんですけど、足が長いっていうのが一つだと思うんですけど、その信号が変わるのがあまりにも早いので、早く歩かざるを得ないんだなっていうふうに感じました。もう少し慣れるのには私は時間がかかりそうです。あと今日は街を歩いてて美容室が結構目に入ってきたんですけど、もうそろそろ美容室に行きたいと思って、もう少ししたらロンドンの美容室に初めて行ってみようと思います。